今思い出したわ自分。なんですか。あの養成所のさ、スタジオ実習ってあった授業で。いやないです。実際にスタジオに行って、そうなんだ。AT1 はね、そのスタジオに行って、先輩方がやった台本とかをやってその、まあ、ハーフ HP とかやるの。あ、そうそうそう。でやらせてもらえる実習みたいな授業なんですけど、うん、それで寝たことがあった。それはと別に夜勤明けとかじゃないですよね。全くないんだけど。なんでなんで寝ちゃった。信じらんないよね。いや、うん、極度の緊張で寝ちゃうってあるんだよきっと。酸素がちょっと足りなかったな、うん、で隣にいた本当その同じクラスの人たちに、うん、寝たみたいな。みんな絶対信じらんないじゃん、そんな実習先でさ、ね、寝るとはね。寝るとかさ、なかなかないね。そうね。だからとっさに寝てないよ強めに言っちゃった。それ何人ぐらいでやる実習なんですか。20人でやるやつですね。一人だけですかね。一人だけです。でもそいつらあと全員仕事してないですもんね。おい、え ねやめないよ、やめないよ。結果的には寝てたね、西山大先生が一人勝ちですね。違う、そんぐらいの胆力ないとやっぱやっていけないってことですよね。そういう話か。本当にでもだから睡魔ってしょうがない時ってあるね、それは。そうだね、言い訳ならない時がある。もう、うん、あれは無理だね。無理な時がある。一回なんか3秒ぐらいでも寝ちゃった方が早かったりするもんね。あ、そう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 、それはある。絶対に寝ちゃう時期ってあるから。ありますね。そうそう、僕もこの収録の前寝てましたよ。え、どちらで。喫茶店で。あ、喫茶店で、うとうと。うとうと。30分ぐらい寝てましたね。でもさ、梅原さん寝るのうまそうですよね。なんかその、バレないように寝るみたいな。なんかこう、普段からまあ、まず動きが少ないじゃない。そうですね。だからこう、そのままこう、まるで寝てないかのように目を閉じて、確かにね。寝てるみたいな、ね。起きてても寝てんのかって言われる時あるからね。どっちでもいいかも。そんなことはね。そんなことはね。そのタックは何なの、さっきから松本さんに。ラジオだと伝わんないからさ。